どうも皆さん、リュウチノミです。さあ本日なんですが、ミセラサウルス持ってないよっていう方結構いらっしゃるじゃないですか。なのでミセラサウルス持ってない人用に、ミセラ難民用、テックチューナーステッキ組んできたんでご紹介していきたいと思います。なんだかんだメインボックスは向かないといけないんで、これは頑張って向いてくれ。スキルサーペントはこのアンチノミックセオリーでゲットできるんだけど、これはね3絶対必須なんで、これは絶対向いてくれ。で、これ多分3枚向いてる道中でドリルフィッシュとか、まあ、ゲットできると思うんで、まあ、ここは頑張って向いてくれとしか言えないわ。で、これは SR なんで多分ゲットできるでしょう、そのうち。でですね、今日はどうやってじゃあ展開していくかと、ミセラサウルスがない中で、生存協会というね、これ多分入手方法、イベントの方、報酬だったりとか、あとティラノ剣山の報酬だったりとかするんで、割とゲットできるんじゃないかなと思うんですけども、このカードを使って、これ通常モンスターをね全て破壊するとデッキからレベル4以下の恐竜族を特殊化できると。でこれ出してくれるんですよ、恐竜なんで。でこの生存協会の効果で特殊化したモンスターって破壊されるんですよ、エンドフェーズに。でこいつ破壊されるとサーチできるんですよ、テックジーナスモンスターを。だから例えばまあサーペント持ってこれたりとか、あとはこのドリルフィッシュをね持ってこれたりするんで、意外とここが妨害にもなりつつサーチも入るっていうことで結構相性がいいという、まあ、そういう話です。で、生存協会を撃つためのね弾としてマーレラとかカナディアを、これ通常モンスターとして墓地から出てこれるんで、生存協会にチェーンしてね、こういうバージェストもカナディアとか沸かせられれば、一気にラプトルがポンポンって出てきたりできるんでね。で一応丸さんの効果、このサーチじゃあこっちか、こっちの丸2の効果、このテックチナスブースターラプトルが破壊されたらエンドフェーズにブースターラプトル以外のモンスター手札に加えるよっていう効果は特にターン1制限がついてないんで、生存協会でラプトル2体出してきて2体とも破壊されたらサーペントとフィッシュとか持ってこれるんで、結構ね万能的にサーチできるんですよ。だからこのギミックを、まあ、搭載して、この4-1を揃えていくっていう、まあ、要はテックジーナスってこの4-1を揃えるゲームなんで、なので、まあ、これをね生存協会に役割を与えているみたいな、そんな感じのイメージです。早速ですね、ミセラ並み用テックジーナスの回し方やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、見せてやろう今の君に。貴様デュエル行くぞ。アクセルシンクロは終着点ではなく、ただの通過点に過ぎないということを思い出してやる。っていうほどのハンドじゃねえけどな。およそテックジーナスってわかんねえだろこれ。急にこいつどうしたみたいな。セットデルタアクセルって言ったから、なんでメガロスマッシャーしようかみたいな。さあ来るがいい。オッケー。なるほどね。まだいいでしょうね。ちょっと一回オルタナティブが出てきた段階で、まあマーレラ使っていけばいいんじゃないですか、ね、はい、戦列 OK です。で戦列で、オルタナ出てきたら、まあオルタナ出てきたらまあそこで破壊かな、基本的にはオルタナを。さあどうする。さあコストで切ったのが太鼓の強いな、普通に。あ、 OK、 それは破壊しよう。まずはバージェスマ・マーレラの効果発動。リバースカードオープン。リバースカードオープンして生存協会を墓地の封。さらにフィールド上のこっちも発動していいな。こっちも発動していい。トラップカード発動。こうしてトラップカード発動。でですね、まだいいですね。めちゃくちゃ動きます相手なんで。でこうしてモンスターの特殊召喚。でこうしてからの生存協会発動。それはどうか。さらに生存協会にチェーンし墓地のバージェスマ・マーレラの効果を発動。トラップカード発動。さあフィールド上の全ての通常モンスターを破壊。現れろ。ダーン。そして破壊した数まで恐竜族モンスターをデッキから特殊召喚できるぜ、まあ、こうだろうな。はっ、メガロスマッシャーである必要性もあんまなかったけど、まあいいや。ブースターラプトル の、 サーチ効果、特にね、ターン1制限ついてないんで、これ、まあ、別にこれあれですね、メガロスマッシャーである必要なかったですね。これ、まあ、ブースター、ブースター、ブースターで、よかった気がしますけども、まあいいや。あ、てか、あ、やべチェーン、やべえ、間違えた、あぶねえ、よかった、あぶねえ、よかった、あぶねえ、くそあぶねえ、ちょっと今間違えたわ、チェーンオフに、チェーンオーとか、
チェーンオートにした、めちゃくちゃ危ない、普通に間違えた。で、これチェーンオンにしないといけないですね今のね。でこれでブルーアイズホワイトオルタナティブホワイトドラゴンを破壊していく。あぶねえ、よかった、あぶねえ。で、あとはバックを除去していくだけと。伏せた魔法トラップカードを、墓地の生存境界でぶち割っていくといったところ。マジでこれメガロスマッシャーである必要、ほんとゼロやった、最悪や。で、生存境界の効果ブースターラプトルを破壊し、相手の伏せカードを破壊していく。バチョン、まだいいねそれは。いやこれマジでブースターでよかった、本当にミスった、ごめん。さあそして太鼓の白石の効果発動していく。いいだろう、太鼓の白石で青眼が出てくる。青眼出てくる、青眼もぶっ壊す、ひたすら暴れんな。でこれでカードなくなるんですよね。なんですけども、テックチーラスブースターラプトルの効果、スクリューサーペントをお手札に加え、そしてブースターラプトルの効果発動。もう一枚本当はサーチできたんですけど、普通に見過ぎました、すいません。これすごくないですか、アドバンテージ失わないですよこれ。はい感じで、はいスクリューサーペント召喚、はい行きます、はい、はい、完璧。これでね、あのスクリューとラプトル、もしくはドリルというハッピーセットを揃えると。神ゲーだ。さあお相手の方、バンデットキース選手、よろしくお願いします。デュエル3倍、行くぞ行くぞ。私のターン、テックジーナス、スクリューサーハッピーセット揃ってるんでいきます、普通に。普通にハッピーセット揃ってるときは普通にこれでいいという。今ブラックマジシャンがいなくなりましたからね、生存境界がそんなに刺さんなくはなりましたけども。カモン、テックジーナス、スターガーディアン、スターガーディアンのモンスター効果を発動、墓地のテックジーナス、スクリューサーペントを回収、スターガーディアンのモンスター効果によりテックジーナス、さあスクリューサーペント特殊召喚成功時効果、墓地のテックジナスブーサーラプトルを特殊召喚、レベル1テックジナスブーサーラプトルにレベル4テックジナススクリューサーペントをチューニング、シンクロフライトコントロールがどうのこうの、リミット解放がどうのこうの、パワーグラディエーターをシンクロ召喚、そしてパワーグラディエーターにレベル5テックジナススターガーディアンをチューニング、トップ違うクリアマインド、リミット解放レベル10メインバスブーサーコントロールがどうのこうの、シンクロ召喚テックジナスプレートガンナー、さらにセットデルタアクセルのスキルを発動、テックジナスレシピロドラゴンフライを特殊化し、レシピロドラゴンフライのモンスター効果、ブレードガンナーを分解し、ブレードガンナーのスライドしたテックジナススターガーディアンとテックジナスパワーグラディエーターを特殊召喚、パワーグラディエーターとレシピロドラゴンフライにレベル5テックジナススターガーディアンをチューニング、リミット解放レベルマックス、トップクリアマインド、リミット解放レベルマックス、レギュレーターオープン、オールクリア、無限の力よカモン、テックジーナスハルバードキャノン、トップクリアマインド、無限の力よ、時空を突き破り未知なる世界を開け、ゴーデルタアクセル、カモン、テックジーナスハルバードキャノン、すえぇー、さあ来い、私を倒してみろ、強すぎるだろこのモンスター本当に。いややっぱデュエルリンクスのスキルって神ゲーだな。手札2枚からハルバードキャノン、あ1枚か上振れると、手札1枚からハルバードキャノンって結構やばいな。まあこのデッキはね、手札1枚からはあの援軍とライデンも搭載していないんで無理なんですけども。さあどうするバンデットキースさん、なかなかに強力ですよ、なかなかに強力な盤面。さあ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 、バンデットキースさん、私のこのテクチナスハルバードキャノンの前に召喚特殊召喚反転召喚は無効になりますよ。モンスターを攻撃表示で召喚、マジシャンズロット、そんなモンスターの召喚は無効だ、ハルバードキャノンから逃れる術はない、クローズサモン、召喚を無効にして、すえクローズサモン、やっぱり召喚無効って最高だな。ライディングデュエルアクセラレーション、何魔導陣あったらやばかったですよねこれね、魔導陣があったら結構やばかったみたいな話はある、そっちなんだ、本当の黒魔術師なんだろうこれ、すり替えブラマジみたいな感じかな。さあセットセット、ほう、さあすり替えブラマジからのエンドで黒魔術のベールを回収と、因
が切断があるとマジでやばいことは起きる。はい、私のターン。ドロー。あ、なんもねえわ、なんもねえ。メガロスマッシャーを召喚、そして生存境界発動、通常モンスターを破壊し、デッキからブースターラプトルでいいか、ブースターラプトルを特殊召喚、そしてもちろん生存境界の効果発動、ブースターラプトルを破壊し、貴様のモンスターを破壊させてもらうぜ。バシャーン、カードを置きました。バトルフェイスだ、いけ、テクチラス、アルバードキャノンでダイレクトバック、アルバードガトリングキャノン、ね、アルバードキャノン先行で出せるデッキってやっぱり最高だわ。君の戸惑いがリュアルにブレーキをかけているようだな。さあ、お相手の方、迷宮兄弟選手、よろしくお願いします。デュエル参拝。デュアルハゲ、デュアルハゲ、デュエル、デュエル、ジェイソン・ステイさんかける。ターン終了。まあ、弱いけど、まあでも次にブースラフトル破壊して、持ってくれば局所からの、あ、飛ばせるんで、あの相手のバックをでからの、あれですね、なんだっけ、ブースラフトル破壊からの、テクチナスクリューサーフェント回収で動き出せるんで、まあ、悪くはない。さあ、カードを1枚デッキに戻していく。あ、2枚かで、迷宮作戦いいだろう。さあ、一体これ迷宮作戦何できるの。ペリュットン、ヘイズ、機械やん、生存境界、厳しい。まあでも言うてば、でもワンケルされなければなんとかなんだよな。2000きついんじゃないこれ。実は結構2000打点超えるのきつい説。エクシーズ召喚のモンスター出てきたら、生存境界でぶち割ったればいいんで。はい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 、いいですよ。スピンクスからの、さあモンスター外れろ。あ、無理か、外れないかった。さあ、スピンクスが墓地に送られたんで、モンスターが墓地に送られたんで、スピンクス効果で手札が墓地から、モンスターを一体特殊召喚できる。コア決めるバラパール、お前誰やねん、お前誰や。このカードのコントローラー、自分のエンドフェイズごとに、手札からコア決めるの1枚動いてくる。はいはい、墓地を送らずにこのカードを破壊すると、貫通スリーアーツね。 OK、 貫通スリーアーツ、貫通スリーアーツ、こうして貫通やばくない、貫通やばいじゃん、これ破壊しないと。貫通はこうしないと、これ耐えか、このカードはトラップカードの効果では破壊されない。嘘。